今日はお取りで柳井に来ていただきました。ありがとうございます。たくさんあげてもらった。そういうね、言いにくいこと言うからダメだってな。あれじゃあ今日も朝からメーテレ見てて、はい、あ、本当ですか、よかったです。あれ全然、そう違うじゃん。しっかり、しっかり、しっかり、もうこれ上手だね。出られました。もう、大丈夫。いやでもあと大体10年は現役やんなきゃいけないわけだから、それぐらいですよ、解説になると、はい、そうな、もうちょっと元気で頑張ってで、はい、ちゃんと新聞でも見ましたけど、慢心せずにっていう言葉を見たんで安心してるんで、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。またスラム監督の動画ゲームして、はい、そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。ではよろしいでしょうか。では始めさせていただきます、はい、代表で質問させていただきます、はい、中京テレビの上山です。よろしくお願いしま す,、はい、します。さて今日サインはされましたか。はい、しました。数字はいかがでしたか。1億です。大台に乗られた、はい、ということですね。はい、ご自身ではその数字、その金額、どういうふうに受け止めていらっしゃいますか。そうですね、まあ、チームは少し低迷してしまいましたけど、自分の数字っていうのはしっかり評価していただけたかなと思います。球団からはどういった評価があったんでしょうか。まあ、1年間その先頭に立って、よく投げてくれたと言われましたし、まあ、来年以降ももっともっと数字を伸ばしてほしいというふうには言われました。先週は表彰式続きだったと思いますけれども、柳投手ご自身はこの今シーズン1年どういうふうに振り返りますか。はい、まあ、今年で5年目でしたけど、過去4年間というのはなかなか満足いく成績は残せなかったですけど、まあ、今年に関しては、はい、やっと1年間しっかりした数字を残すことができたかなと、そういうふうに思います。この1年というのは、まあ、数々の成績を残されたわけですけれども、はい、中でもご自身で一番大きく成長した部分というのはどういったところになるんでしょうか。成長した部分ですかね。まあ、一試合一試合最高の準備をして、ベストを尽くすというのをずっと心がけてやってきたので、はい、まだまだ選手としても、発展途上中だと思ってますし、まあ、今年の数字を見て もっともっと、伸ばしていける部分というのはたくさんあるので、また来年に向けて一生懸命頑張りたいなと思います。また来年は監督も変わって、はい、立浪監督になるわけですけれども、立浪監督からはどういったことが今求められていますか。まあ、今年お疲れさんと、来年またしっかり頼むなっていうのは挨拶したときに言われました。ご自身では来シーズンどんなアピールをしていきたいですか。監督も変わって、チームも新しくなったので、また今年もしっかり柳をやってくれそうだなっていう、そういう部分をキャンプからまずは見せていけたらいいかなと思います。このオフの期間中でご自身が、重点的に取り組みたいこと、どういうふうに、オフは過ごされますか。はい、体の手入れをしっかりしながら、ですけどやっぱりこうまだまだ鍛えていかないといけない選手なので、しっかり鍛えて、もう一回まっすぐっていうのをしっかり磨いていきたいなと思ってます。来年の3月25日というのは意識するところはありますか。はい、一生懸命アピールして、頑張りたいなと思います。最後にお聞きしたいんですけれども、来シーズンの目標、あるいは来シーズンのテーマ、教えていただけますか。はい、まあ、チームがまずは本当に優勝できるように、頑張りたいですし、
まあ、チームが勝っても個人が良くなければ、僕は納得できないと思うので、チームが優勝して自分も今年以上の成績を残したいと、そういうふうに思ってます。今年以上の成績、ご自身で言いますと具体的な数字とかありますか？いやもう全部、はい、毎年毎年キャリアハイを更新していけるような練習をしたいと思ってます。こんなこと書く人はあんまいないです。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。こんなこと書く人いないですか？大丈夫です。ありがとうございます。机だけ動かして、これ大丈夫ですか？いいと思います。まあ結構上目に当てていただいて大丈夫です。はい、いやラオウじゃないですから。やめてください。じゃあ、はい、行きます。じゃあ、ポーズ、お願いします。はい、ありがとうございます。すいません。これ大丈夫かな、応援ある。はい、行こう。もはい、皆さん、すいません、こちらにお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと欲しかったあれと違ったでしょ。いいっすよね。後ろに、かかんないよ、後ろに。準備できたら行ってください。はい、じゃあ、3、2、1でいいですか？じゃあ、行きます。3、2、1、はい。あれ？あれ？もう一回やります。まあ、やっぱ開けてから。開けてから。開けてから。なんか抜いてから、やっぱ振るって書いてあります。振る？振る？こうやってやる感じですか？はい、あ、こういけばいい。あ、なれる感じですか？こういけばいい。あ、いや、はい。はい、OK。なりますよ。じゃあ、いきます。3、2、1。すいません、勝負弱い。俺の1億円の契約公開が台無し。こう柳開幕宣言みたいにそういうなるのが嫌で、そういう質問がちょっとこう鬱陶しいなって思ったり、やめてくれって思ってっていうのがあったんですけど、自分の中で口にしていいのかなっていう感情が芽生えてきたんじゃないかなって思います。来シーズンっていうところに向けてはどういう感情ですか？不安ですね。不安もあるしプレッシャーもありますね。それは今までのどの年よりもあります。初戦1年間やっただけっていう気持ちが強いので、まずは来年、不安もプレッシャーも大きいですけど、それを跳ねのけれるぐらいの取り組みをしていければ、していかないといけないかなと思います。素敵な番号だと思いますね。はい。背番号の変更というか、話もいただいたんですけど。